Utah, Orasaka, Flag Radio, Wednesday.アルファステーションをお聞きの皆さん、こんばんは。歌手の織坂優太です。偶数月水曜日のフラッグレディオは、私、織坂優太がお送りしております。今はですね、織坂優太ツアー2022オープンバーンという、ツアーの真っ最中でございまして、これはですね、放送日、前日に収録しております。なので、今日は、北海道公演でございます。今は北海道のですね、ホテルにおりまして、札幌のホテルですね。そこからお送りしております。こっちは着いてみると、まあやっぱり寒くてですね、結構スーツケースにいろいろ防寒具を入れてきて、ただ岡山とか広島とかですね、そっちの方はもうかなり暖かくて、もう気合入れて着込んできたんですけど、全然半袖でいいやみたいな感じだったのでですね、スーツケースでうずうずしていたこの厚着の者たちがですね、今大活躍しているという状況でございます。っていうかまあちょっと足りないぐらいですね。寒いです本当に。そんな寒い北海道からですね、お送りしようと思います。本日はまあ、オープンバーンの、ライブではですね、まあ、会場の時にまあ、お客さんに入ってもらう時ですね、会場に、そういう時とか、あとはライブが終わって、その後皆さんが帰るまでのですね、間に場内で BGM が流れていまして、実はそれもまあ我々が一緒に考えてですね、作っております。今日はその BGM の会場 BGM の曲を、たくさん聴いてもらおうという回でございます。これはもうノンストップで、お送りいたしますので、今日は曲がたくさんかかります。劇伴自習室とかですね、ちょっとお休みになってしまうんですけども、このライブの会場の雰囲気みたいなのを、味わっていただければと思いますので、よろしくお願いします。織坂優太がお送りいたします。水曜日のフラッグレディオ、最後までお付き合いください。ではまず私の曲を一曲聴いていただきます。アルバム真理から、織坂優太ダビ。
熱アッピーあったやばだやばだやばだやば熱アッピーあったやばだやばだやばだやば熱アッピーあったやばだやばだやばだやば熱アッピーあったやばUtah, Arisaka. Flag Radio, Wednesday. オリサカユータがお送りしております。水曜日のフラッグレディオ。今週はツアーの気分をですね、皆さんに存分に味わっていただきたいということで、このライブの会場の BGM ですね、こちらを、みんなで選曲いたしましたので、それをたくさん聴いていただこうと思います。いつもは堀坂優太のマネージャー氏がですね、音楽が大変好きな人でございますので、選曲してあの BGM を作ってくれてるんですけど、今回はですね、あの重奏メンバー、バンドメンバーですねにも場内 BGM なんかかけたらいいと思う曲ありませんかというふうに聞いて、皆さんに選曲してもらっています。これは結構単なるこう会場 BGM というよりはですね、このオープンバーンをどういうライブにしようかなって考えた時に、そうやって皆さんに聞いて、選曲してもらって、それを私も聞きながらですね、まあどんなツアーにしようかなと考えていたので、結構こうライブの本題というかですね、この内容の部分にも結構影響を与えているような曲になりますので、ライブを、東京公演これから来てくださる方はもちろん、ライブをもう見たっていう方もですね、あ、なんかこういう元ネタというか、こういう雰囲気だったなっていうのも楽しんでもらえるんじゃないかなと思いますので、そちらも聞いてみてください。それでは、オープンバーンツアーの会場 BGM の楽曲をノンストップでお送りいたします。お楽しみください。
りいたしましたのはアクロンファミリーフジワン、リチャード・ホロウィッツベイビー・エレファント・マジック、オーキッド・マンティス・ランタン、デヴェンドラ・ヴァンハート&ノア・ジョージソン、イン・アシスタン、池間優子、イーブン・ソーでございました。池間優子さんはですね、あのオープンバーンの、追加の沖縄公演のですね、一緒に来てくださる素晴らしいシンガーでございます。その沖縄の方はまあ対バン形式になるんですけども、会場にですね池間さんの声が、流れるとちょっとなんかこう沖縄公演のことをこう思ってですね、ちょっと背筋が正されるというか、ちょっと緊張したりしています。ではこの後 CM を挟んで引き続きオープンバーンツアーの選曲をお送りいたします。堀坂優太がお送りしている水曜日のフラッグレディオ、今週はツアーの気分をたっぷり味わっていただこうということで、札幌のホテルからですね、この重奏のメンバーみんなで選曲したオープンバーンの会場 BGM の楽曲を聴、いていただいております。それでは、引き続きノンストップでお送りいたします。どうぞ。
ドゥ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 Thank you.
りいたしましたのはアープ&アンソニー・ムーア、ワイルドグラス2、フォー・ロバート・ワイアット、ファンタベ・カント・デ・ナーナ、ゴンチチ・夢の比重、ミュゼット・クークーアンでございました。先日ですね、福岡公演に坂口恭平さんが、作家で建築家の坂口恭平さんがですね、いらっしゃって、いろいろ感想を話してくれたんですけど、このファンタベのカント・デ・ナーナを思い出したっていう話をですねちょうどしてくれて、すごいシンクロだなと思いましたね。まあでもBGM ですからね、まあ聞いててあこの曲だと思ったのかもしれないですが、なんかそういう、一致みたいなのもあったりとかして嬉しかったですね。あとはですね、ゴンチチさんからはですね、本当にありがたいことに大阪公演でお花をいただいたりだとか、して本当に元気をもらいました。ありがとうございました。あとはですね、なんといってもこのライブが始まる直前の曲がこのミュゼットクークーアンという曲になるんですけども、これはヤッチさんが、鍵盤のヤッチさんがですね教えてくれた曲で、もう一聴してとても好きになって、オープンバーンの内容を考えながらずっとこの曲を聴いていたので、これは結構もう聞くたびに今の時期のことを思い出しそうだなという気がします。本当に大好きな曲を教えてもらいました。ノンストップでお送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。もうライブに来た方もですね、なんかその会場のことを思い出したり、してくれたんじゃないかなと思いますし、これから東京公演行くよっていう方もですね、なんとなくこの辿ってきた空気感みたいなものをちょっと分かってもらえたんじゃないかなと思います。本当に、充実したいいツアーです。まあなんかいろんなことがねあって、やっぱ大人がこれだけの時間ですね、毎日ですよね、一緒に顔を合わせて、何か一緒にやるっていうのはね、なんかまあそういう旅、一緒に旅をするっていうことですね。本当にないことで、でもなんか、長く一緒にいるとね、こういろいろ嫌な面が見えたりとかあるじゃないですか。でもね、そういうのがね、全然ないですね。なんだろう。本当に一緒にいればいるほど、バンドのみんなや、スタッフの皆さんのことをですね、どんどんその魅力に気づいていくというか、そういう日々ですごく充実しております。そんな、いいバイブスを持ってですね、東京公演に臨んでいけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。いかがだったでしょうか。では、CM を挟んでエンディングです。堀坂優太がお送りしてきた水曜日のフラッグレディオ、いかがでしたでしょうか。今後の予定でございます。堀坂優太ツアー2022オープンバーン終盤戦でございます。11月1日火曜日、東京ゼップダイバーシティ東京、こちらがソールドアウトしておりますが、追加公演11月2日水曜日、ゼップダイバーシティ東京で、追加公演ございますので、こちらぜひぜひ、遊びに来てください。絶対見た方がいいと思います。そして11月5日土曜日、フェスティバルでフルー、こちらも決定いたしました。静岡県嬬恋リゾート彩の里ザホールに、出演いたしますので、ここももうすごいですね。夢のようなメンツでございます。もうツアーが終わってすぐですね、始まりますので、出演いたしますので、お楽しみに。12月も沖縄公演も決定しております。12月17日土曜日、那覇桜坂劇場ホール A、
12月18日日曜日、沖縄コザミュージックタウンドイチバ、こちらも追加公演決定しております。こちらはですね、今日も、曲を聴いていただきましたが、池間優子さんのバンド編成とですね、一緒に回ってまいります。その他詳しくは私のオフィシャルサイトや SNS をご覧ください。さて来週はもう11月、おすごいですね、11月ですかもう。ということで奇数月水曜日の担当は、青葉一子さんに、バトンタッチとなります。青葉さんは現在北米ツアー中でございます。そんな青葉さんからコメントが届いておりますので聞いてみましょう。こんばんは、奇数月水曜日のフラッグレディオを担当しています青葉一子です。織坂さん、お元気でしょうか。オープンバーンツアーついに始まりましたね。今はどちらにいらっしゃるんでしょう。どうか体に気をつけて最後までツアー完走できますこと、こちらからエネルギーをビャーっと送っています。私は今アメリカのシカゴにいます。シカゴは 2days で、今日は1日目が終わったところで、今は朝の4時にこのコメントを収録しています。今回初めてのアメリカのツアーをしているんですけれど、とても広いです。走っても走ってもアメリカ、そして食べ物のサイズも大きいし、部屋も大きいし、みんな大きいしちょこんと生きてますね。最初に到着した土地はロサンゼルスで、まだ半袖でもまあまあ大丈夫だったんですけど、今は井戸で言うとどこだろう、北海道ぐらいまで行ったのかな。結構寒いです、8度とか。なのでヒートテックとダウンを着てマフラーして過ごしてます。日本もだいぶ涼しくなってきたんじゃないかなと思ってます。ツアー中のホテルの部屋は今どんなになってるんでしょうか。前回のコメントの時にお送りしましたけど、じゃあまた会いましょう、またお話ししましょう。青葉一子でした。来週からは奇数月ということで、水曜日のフラッグレディオは私青葉一子が担当いたします。ぜひ聞いてください。ではでは失礼します。青葉さんありがとうございます。すごい、そんな深夜にコメントをくださって、もう私も今ちょうどツアー中でございますので、ツアー中の深夜にコメントを取るということの重みが分かっています本当にありがとうございます。ありがたいです本当に。またそうですね、でもなんか青葉さんとね、あの弾き語りで、前は岡山とかね、そっちの方にも行ったこと、一緒に行ったことありますけども、なんかまた日本各地どこでも、もしくは世界のどこでもですね、なんか会えたら嬉しいなと思いますね。青葉さん頑張ってください。ツアーということで、青葉一子さん担当11月のフラッグレディオもお楽しみください。私とはまた12月にお会いいたしましょう。では最後に織坂優太のアルバム真理から爆発という曲を聴いてお別れしたいと思います。お相手は織坂優太でした。光が揺れてる、たとえ私を見つめて、わからずそらさずに、もう一回もう一回、言葉つぐ中
辺の爆発に私を見つめて求めず恐れずにもう一回もう一回知らず抱いた欠落にコンコンと血は巡り起こすすぐ涙となるもう一回覚める頃に